ローレンシャン産地、ローレンシャン産地はフランス語では、レ・ロランティードと呼ばれ、カナダ・ケベック州南部にある産地で、セント・ローレンス川とオタワ川の北に位置する。ケベック市北東のロランティード野生生物保護区にある、ラウル・ブランシャール・山が最高地点である。ガティノー川、ラソンプション川、ディエーブル川、モンモランシー川、ノール川、サンモーリス川などがこの産地にある。 サンジャンコなどのたくさんの湖から流れ出ている。米国との国境を越えて、南にあるニューヨーク州アディロンラック山地は、誤ってアパラチア山脈に含まれることもあるが、ローレンシャン山地の延長線上にあると言える。ロランティードは、ケベック州の地域名の一つでもあるが、同じ名前を引き継ぐ。この山地は、ケベック州と地域、ウタウエ地域など他の6つの地域にもまたがっている。 ローレンシャン山地の丘陵地帯はオペオン語丘陵として知られている。この山地は世界で最も古い山脈の一つであり、5億4千万年前のカンブリア紀以前に堆積した岩石により成り立っている。ローレンシャン山地は約10億年前に遡るグレンビル造山運動の中心部分であった。ローレンシャン山地でも大都市のオタワやモントリオールの北部近郊は、 古くから観光地、保養地として知られていて、紅葉見物やスキーに多くの観光客が訪れる地域でもある。ありがとうございます。